ザナドゥハウスの一つ、ザナドゥハウスはアメリカ合衆国で建設された一連の実験住宅。住宅におけるコンピュータ化と自動化を先駆的に起としたものであった。建築計画は1979年に開始され、1980年代初頭において3棟がそれぞれアメリカ国内の異なる場所に建設された。設計、施工において、 斬新な技法が用いられ、1980年代のうちには人気の観光スポットとなった。ザナドハウスにおいて特徴的であるのは構造体としてコンクリートではなくポリウレタン断熱フォームを用いることにより思考の簡便化、高期短縮、低価格を同時に実現していることである。人間工学に基づいた設計がなされ、部分的には ホームオートメーションを先取りする点も見られる。建築家、ロイ・メイソンによって設計されたキッシュミーのザナドは最も有名であり、最盛期には1日2000人の見学者が訪れた。ウィスコンシンデルズとガトリンバーグの胸は1990年代初頭に、早くも閉鎖、取り壊しとなり、残ったキッシュミーのザナドハウスについても、1996年に閉鎖、 2005年10月に解体されたザナドゥハウスのコンセプトを作り上げ、皇室の断熱材で住宅を作り、住み始めたのはボブ・マスターズという人物である。マスターズはザナドゥハウスを手掛ける前はインフレータブルバルーンを用いた空気膜構造の住宅を設計、施行していたが、その後断熱材を構造機体とした最初の例である建築家スタンロードこのリーによるデンバーの キッシンジャー邸に触発されたのである。1969年、マスターズは、後にザ・ナドハウスで用いるのと同じ方法によって、自邸を建設する。激しい吹雪の中ではあったが、完成までに2日半しか要しなかった。断熱フォームを用いた住宅が実用に耐えうると、確信したマスターズは、国内各地にモデルハウスを建設することを決意する。 マスターズのビジネスパートナーであったトム・ガッセルはサミュエル・テイラー・コールリッチの幻想誌クブラカーンに登場するクビライの夏の戸にちなみこのモデルハウスをザナドゥと名付けたザナドゥは映画市民権に登場する大邸宅の名前でもある最初のザナドゥハウスは1979年ウィスコンシンデルズに建てられたものである設計は建築家スチュワート・ゴードン 思考はボブ・マスターズによる。建築面積約370平方メートルのジオデシックドームの形状をしており、竣工後最初の夏には10万人もの人々が見物に訪れた。最も有名なザナズハウスはロイ・メイソンの設計による二例目である。マスターズは1980年トロントで開催された未来会議でメイソンに出会う。メイソンは ザナドハウスのプロジェクトに参加する以前からバージニア州で同じく断熱材を構造体に用いる類似の実験に携わっていた。メイソンとマスターズは共に人間工学、ユーザビリティ、エネルギー効率を重視した他の実験や論文に影響を受けていた。黒川気象の中銀カプセルタワーに代表される メタボリズムの作品や、ジャックス・ビウフスのガラス繊維強化プラスチックによって水に浮く水上住宅、ジャックス・ラウジリーによる水中住宅、1970年代に建てられた地面を断熱材として利用するドン滅ツ事典などがそれである。ザナドハウスの50年前、シカゴ万博で展示された1933年、明日の住宅店において、すでにエアコン、 強制空気加熱、遮断機など様々な革新的設備は登場していた。メイソンは住宅は外部の様々な事象から身を守るための不動かつ受動的なシェルターに過ぎないという人々の考えを変えなければならないという信念を持っていた。住宅を総合的な有機的システムとして見ている者は誰もいない。住宅に知能を持たせること、各部屋に知能を持たせることは可能だ。 とは、雑誌、ザ・フーチャーストの編集者でもあった、メイソンの言葉である。一棟の建設についての見積もり価格は30万ドル。メイソンは8万ドルの低価格バージョンも計画しており、コンピュータを使用した住宅が効果ではないことを示そうとしたが、低価格バージョンは実際に建設されることはなかった。1982年10月1日、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、 フロリダ州にエプコットをオープンした。マスターズとメイソンはここからほんの数キロメートル離れたキッシミリの地にザナドハウスを建てることを決める。使用コンセプトの研究にさらに時間を費やした結果、1983年、ついにザナドハウスはオープンした。建築面積は約560平方メートル。一般の住宅よりもかなり広い面積となったのは ショーケースとしての傾向が強いためである。1980年代の半ば頃の最盛期には、1日1000人以上もの人々が、キッシミーのこの新しいアトラクションに連日詰めかけた。三つ目のザナドゥハウスは、テネシー州のガルトリンバーグに建設された。ザナドゥハウスがアトラクションとしてオープンすると、旅行会社はこれを未来の家としてパンフレットを作成し、宣伝広告を行った。 しかしながら1990年代初期にはザナドゥハウスは集客力を失っていく。原因は使用されたテクノロジーが急速に陳腐化したことであり、結果としてウィスコンシンとテネシーのハウスは取り壊されてしまう。一方でキッシミリのザナドゥハウスは引き続きアトラクションとして運営されたが、それも1996年には閉鎖された。閉鎖後のハウスは 1997年オフィスを呼び、倉庫として売りに出されたが、結局そうした用途に使われることはなく、アトラクションとして閉鎖された後は全くメンテナンスされずに様々なカビに侵される状態であった。2001年再び売りに出された際の希望価格は200万ドル。それから数年、ホームレスが住み着いていたが、2005年ついに取り壊された。ザナドゥハウスは、 人間工学に基づき、未来の居住者像を思い描きながら設計された。壁は曲面を描き、床はカーペットではなくコンクリート直仕上げの上塗装一貫して、間色照明が用いられ、扉のないオープンなプランニングとなっている。モジュールにのっとった外装は、取り外し可能な風船上の型に、ポリウレタン断熱フォームを吹き付けて形成しているため、UFO を思い起こさせる。 ザナドハウスに特徴的であるのは白く塗装された外壁、電気通信用、アンテナ、外部に設置された公衆便所、そして湖である。複数の出入り口があり、戦争のように丸い大きな窓がある。内装は洞窟のようであり、天井は低く狭苦しいと言わざるを得ないほどである。内壁はクリーム色であり、床は薄い緑色である。 中心に位置するのはリビングルームであり、中上に設置された義木,木が天井を支え、さらには備え付けの暖房システムとしても働いている。フロリダ州キッシュミーのザナルハウスの施行は、ドマスラブのコンクリート打設とグレート、ルームとなる直径12メートルのドームを支えるリングの作成で始まった。あらかじめ作られたビニール製の風船をそのリングに取り付け、 巨大な扇風機の空気圧で膨らませる。十分に膨らんだところで、高速硬化性のポリウレタンフォームを吹き付ける。吹き付けは内側から行うので、雨や風の日でも試行可能である。ポリウレタンフォームは2種類の化学物質を急速に混合して発泡させることで、元の液体の30倍の体積に膨張し、瞬時に硬化する。繰り返し吹き付けることで12から16。 センチメートルほどの厚さの、しっかりとしたシェル構造が2、3時間のうちに完成する。フォームが固まったら、風船は取り除かれ、繰り返して使われる。二つ目のドームが完成して、風船を取り除いたら、二つの部屋をワイヤーメッシュで繋ぎ、それにもまた、ポリウレタンフォームを吹き付けて接続ギャラリーもしくは、ホールとする。この工程を、ハウスが完成するまで繰り返すのである。 窓や天窓、扉などの開口部はフォームをくり抜いて枠を設置する。仕上げとして構造体の内側に厚さ2センチメートルほどの耐火材料を吹き付け壁及び天井を滑らかで清掃しやすい表面とする。外側は白色のエラストマーケート料で塗装する。ザナドゥハウスにはコモドール製のマイクロコンピューターが制御するホームオートメーションシステムが使われている。 台所、パーティールーム、浴室、寝室といったすべての部屋で、コンピュータとの電子機器をふんだんに取り込んだ設計となっていて、冷暖房、電気、ガス仕様はコンピュータ制御されている。例えば、設定した日付、時刻に湯船に湯を張り、温度を調節するといったことも可能である。訪れた人々は、電子制御のツアーガイドに従い、ファミリールームのビデオスクリーンに映し出された、 CG アートは常に形を変える。キッチンはオートシェフにより自動化されており、電子栄養士とも言うべきプログラムがバランスの良い。献立を作ってくれ、日付と時刻をセットすれば自動的に調理もしてくれる。食材が不足すればコンピュータシステムを通じた通信販売、もしくはザナデ内にある温室から調達する。台所のコンピュータは家事用のカレンダー、記録、 増書管理にも使用可能である。また、現在の双方を先取りする形で、オフィスルームを備え、コンピュータを用いて、電子メールの使用、証券、商品取引へのアクセス、ニュースの受信など、在宅でビジネスを可能にする方法を提案した。主寝室のコンピュータでは、他の各室のコントロールが可能であり、例えば布団に入った後に、わざわざ開花に降りて、 コーヒーポットの電源を切る、などといった煩わしさから解放してくれる。子供部屋には当時最新の教育用マイクロコンピュータが備えられる。ほか、窓に映し出される風景はコンピュータによって生成されたものであり、世界各地、あるいは想像上の風景が一瞬にして切り替わる。ベッドは壁の中に収まる超スペース設計。学習スペースとして、 ポケットコンピュータゲームや本を持って身をかがめるとちょうど収まる形に壁がくぼんでいる。グレートルームはザナドハウスで最も大きな部屋であり、噴水と小さなテレビ、そしてビデオプロジェクターがある。近くにはダイニングルームがあり、ガラスのテーブルを曲線でできた椅子が囲む。椅子の後ろには壁全体を覆う大きな窓がある。ファミリールームに特徴的なのは 壁一面に同時に多チャンネル視聴が可能なテレビモニターをはじめ多くの電子機器が並んでいることである。これはエレクトロニックハウス、すなわち電子暖炉と呼ばれ古くから家族や親戚が火を囲んで集まったようにモニターを通じて顔を合わすことができるよう計画されたものである。浴室ではジェット粉流バスや日光サウナがあって 自動制御空調によって整えられた環境の中で体を癒すことができ、モニターの指導に従って運動もできる。コンピューターを住宅の中に組み込むことによって得られる利点として、セキュリティが占める割合は大きい。ザナドハウスにはセキュリティシステム、防火システムも備わっていた。訪問者があると HAL のように音声を発するので、留守中に侵入者があった場合でも、 誰か住居内にいると思わせることができる。当初の関心事は、コンピュータのいくつかを24時間365日作動し続けなければならないので、電気代が膨大なものとなるのではないかということであった。しかしメイソンは、中心となるコンピュータが住宅内の他のすべてのコンピュータのエネルギー消費をコントロールできると考えていた。 しかし住宅にコンピュータを使うことは不便だと考える人は少なくなかった。もしコンピュータがエラーを起こせば食料を調達することも入浴することも余つさえ鍵がかかっていれば家から出ることもできなくなってしまうからだ。さらにはコンピュータが住宅を支配することで住人の社交性が失われると主張する人もいた。こうした人々もセキュリティが向上し、 洗濯などの雑用に手がかからなくなるなどの点においてはコンピュータの利便性を認めていたようではある。ザナドゥハウスを訪れた多くの人々がその有機的なデザインに気持ちの落ち着きを感じる一方、天候にひどく左右されやすいことからコンセプトの実現は不可能だと考える人も少なからずいた。他の建築家やデザイナーはザナドゥハウスをアマチュアレベルの仕事であるとして 相手にしなかった。断熱材を構造材として使用するなど常識を疑う材料選択やあまりに奇妙な形状、色彩のせいである。デザイナーたちはザナドハウスを失敗作として片付け、従来通りの形状の住宅を設計し続けた。天井が低く壁はうねるような形状、室内にいるとめまいがすると実用的な住宅としては、 多くの人がザナドゥハウスを遠ざけたのである。ザナドゥ、ザ・コンピュータ・イズド、ホーム・オブ・トゥモロー・ハウイット・キャンビー・ユアーズ・トゥデーは、ロイ・メイソン、レーン・ジェニングス、ロバート・エヴァンスの教著であり、1983年11月、アクロポリス・ブックから出版された。この本は、メディアセンターや AV システムなど、今日すでに実現している多くのコンセプトを含め、コンピュータを、 住宅内で使用する方法を説明している。また、ザナドゥハウスの設計、思考の過程を、ボブマスターズのインタビューも交えて紹介している。また、ザナドゥハウスの写真数点が掲載されているほか、高質断熱材やコンピュータ自動化システムを用いた他の建築作品についても言及している。ありがとうございます。